どうも、ハルです。今回は、前回の説明で言ったな、その小さい、この二輪タイプの、このローラーと一輪のタイプの新しく買った今回を二つ比べてどっちがいいかってやって、で、まあ、人を選ぶって言うたんやけど、まあ、一輪はな、まあ確かに効果はあるんやけど、危ないねん。これな。二輪は安定性あるけど、効き目はまあ若干落ちんねん。その代わり、安全やし。怪我するとか何も意識せんといつも通りできるけど、こっちはほんまにじわっといかんと危ないね。油断したら最初のうちはええで、疲れてきたらもうこうプルプル震えるやん腕が。でその時揺れてガッていったら手首痛めてまうからさ、これちょっとあかんなと思って、でそれでもうしゃあないから二輪にしようと思って、ダブルローラーにしようと思って、だからもうシングルやめてダブルに変えようと思って、でもう一個買ったねんな。で、前のグリップのやつばらして、で、新たにこのホイールを、こう、連結させて、で、2個入れた状態でガッてロックかけたね。で、二輪にしたらだいぶ安定したからさ、これで正解ちゃうかと思って。で、まあ、今、一応この画面見せてんねんな。これが元やでって感じで。これを2つ連結して安定性保ってんねん。もう2個やったらこうグリっていくことないねん。もう1輪危ないねん、もう。ほんまこうなるからさ、これあかんわと思って。もう腕痛めたらもう1週間ぐらい何もできへんなるからな。さすがにそれはあかんわと思って、体にも怖いしストレスやからさ。で、まあ一応これがベースっていう感じでな。まあ今一応説明の画面見せてるけど、買ったのこれやでって言って、これを2つ連結したでっていう説明として今見せてるけどな。まあ値段も1000円やからな。まあ手頃って言っちゃう。まあ2つ買うんだがんからちょっと面倒いけど、2つ買って、で、前の分の、その前使ってたローラー2輪タイプのやつのグリップとバーだけ残してな。で、新しいやつのこのバーとグリップ、これはいらんねん。邪魔やん。あれで、まあもう一つ言うとくけど、このな、ローラーあるやん。アブローラー、腹筋ローラーな。これのグリップが、この、なんていうの？スポンジタイプ？絶対買ったらあかんで。普通に考えたらわかるやん。これやるってことはさ、思いっきり手握ってさ、汗もかくやん。手ベタベタになるやん。それやのにスポンジってことはさ、何も考えてないってことやん。スポンジボロボロなんのもわかってるやん、買う前から。だからな、絶対ここ、なんかプラスチックっていうんかな。頑丈なグリップで、ちゃんとくぼみあるやつとか、ちゃんとブツブツっていうか、ポイントポイントがあって、しっかり手に馴染むようなグリップじゃないとあかんで。もうこういうスポンジタイプ絶対買ったらあかんで。後悔するで。危ないからな、スポンジはもう。つるっていってまうし。で、ボロボロなるからな。やめときな、みんな。絶対、しっかりと滑り止めついてるタイプにしときや。まあそんな感じでちょっと実物見せる。で、これが俺が作ったこのダブルローラーやけど、まあ見てもらったらわかる通り、あの写真と明らかにちゃうやん。このグリップ部分な。これは俺前使ってたこのダブルローラーのやつを差し替えて、この部分だけ残したね。バーとこれだけな。で、なんでかって言ったら、このグリップはやっぱり滑り止めがすごいしっかりしてんねんな。これも7、8年使ってたから、もう俺信頼性抜群やし、これは。これだけが欲しかったねんな。このバーとグリップだけ残して、で、次にあのタイヤのサイズだけ K のでかいのな。で、このタイヤだけ交換したね。だから前の二輪のやつよりこっちの方が効くで。この K のサイズちゃうやん。一回りでかいね。で、その新しく買った方のバーっていうのは、この K のサイズと同じなんやけど、これは一回り小さいから、ちょうど中心のグリップの円の部分がちょっとスカスカやねんな。だからこう転がしてたら若干楕円になんねん。わかる？この K の太さがこっちは一回り細いねん。でこっちが一回りでかいねん。ちょっとだけな、1ミリぐらいやけど。だからその余り分がちょっと楕円になってしまうねん。だからこれを急いでこんなコロ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 やりだしたらちょっと危ない、ね。段差っていうかガラガラガラってなんねんな。だからそこはちょっと危ないから、まあどうせこれ使うときじわっといくけどさ、
まあ俺もできるだけ安全に使いたいし、体にも気使ってるからやっぱ無理したくないねんな。コスパよく体を、なんていうの、鍛えた、まあ、細マッチョ状態にしたいねんな、スリムでな。俺ムキムキにはしたくないねん。細マッチョが理想やから。スリムなマッチョがええねん。ムキムキとかもあんな体にしてもうたら着る服なくなるやん。意味ないねん。余計しんどいねん。だからそうするために俺は一輪からこの二輪に変えたねんな。もう一輪の時、まあさっきも説明したけど危ないねん、もう。こうやってやってたらもう、な、こう、あ、このローラーやってる時にこう波打つねんな。危ないねん。バランス取られへんねん、一輪は。もう、マジで上級者。危なすぎるねん。で、それでグリっていってまうねんな。こう、傾くねん。最初のうちはええで。でも疲れてきたらやっぱりこう、腕震えてきてさ、波打ってくんねんな。で、その時にこうなってまうねん。幅が狭いから。これが幅広かったら倒れへんで。でも一輪やったらもうすぐこうなるからさ、もうそれで手首グリーってさ、もういったでさ、でもう一日何もできへんやん、もうそうなったら。一日で治ったらええけどさ、もう二、三日続くねんな。もうしんどいわ、これあかんわって言って、もうストレスやからさ、これあかんなと思って、いくらマット引いてるとはいい、危ないわと思って。で、それでどうしようかなと思って、カスタムで、もういっそのこと二輪にしてまおうって、ダブルローラーにしてもうたら倒れへんやろと思って。で、試しに組んでみたねんな。じゃあ、うまいこと言ったからさ、これで今、幅な、なんぼや。これ1個 3.5 ぐらいあんねんな。まあ、だいたい7センチぐらいあるわ、幅。これ1個だけやったら 3.5 しかないねん。危なーってしゃあない。で、前の小さいリングのやつは、幅8ぐらいやったんかな。7か8ぐらい。で、これで今、ごついので7ぐらい。まあ、それやったらもう、こうはならんわ。普通にな。それよっぽど傾けたらこうなるけど、普通にこうやってて、倒れることはまあないわ。でも一輪はほんまに危ないねん。鍛えれるけど、これ怪我するわと思って。いくら上級者でもこれ危ないわと思って。だからやっぱり怪我すること考えたら、二輪にして怪我防ぐ方がベストかなって。やっぱ、気になんもんな。19、2、プル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 っていう時にこうなったらさ、ちょっと手かばってまうからさ、ちょ力抜いてこうやって戻そうとするからさ、危ないわと思って。で、二輪にしたね。じゃあ安定したから、まあまあこれで様子見るかって。で、もしこれで、もしこれであかんなと思ったら、まあ俺、一応な、このローラー買った時にスポンジのバーついてねんな、スポンジ部分で、そのスポンジをメジャーで測って、なんていうの、このローラーの間にかます間の部分な、この空白の部分をこのスポンジで埋めることによってちょうどいい幅取ってあげねんな。で、そうすることによって安定感が出んねん、倒れらんようにな。まあそれが目的やねん。だから力グッて加えてもこうは まずならんからさ、どんなに力入れても、それ こうなったらそれはもう無理やけど、でももうこの幅やから そういうことまあなかなか起きへんねん。で、それをさらに確率下げるためにここに間にスポンジかますことによってバランス取んねんな。もう倒れることまあないから、だからそういうのも一応様子見て、無理かなと思ったら、この2センチのスポンジかましたろうかなと思ってんね、今のとこな。で、この2センチかましたら、こっち2センチも横にずれるから、まあどうしてもバーが、な、ちょっとだけこっち左寄りになってまうけど、もうこっち奥まで入り込んでるからな、もうこれずらして1センチこっち無理ちゃうかなと思って。もう奥まで、最初からもう奥まで入り込んでるから、こう、ぐり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 やっても、多分、こっち1センチ引っ張られへんちゃうかと思って。もうこっち側で調整するしかないかなと思って。まあ、とりあえず、この7センチで様子見ようかなと思って。で、あかんかったらこれ2センチあるから、幅9に変えてみようかなと思って。まあ、9やったら絶対倒れへんわ。まあ、これでも今安定してるから、まあ、変やけどな。
まあもしものためにということで一応メジャーで測ってスポンジちょっと調整しておいでんねん。まあこれは別に真似せんでいいけど気になる人は、ね、まあこういうことでカスタムで自分好みのカラーリングでグリップとバーだけ残して、まあこのホイールだけ買い直すっていう形やし、まあ俺は一応こういう風にしたね。他のメーカーのやつ見たらここまでごつくてグリップ安定してるやつないからさ、他のやつなグリップな短すぎんねん。もう脇締めてやらなあかんからもうめちゃめちゃしんどいねん。余裕がないねん。これやったら余裕があんねん。もともと幅30ぐらいあるからさ、このな二輪タイプの他のメーカー売ってるやつの25センチしかないねんな全体で。だからもうこう持たなあかんねんめっちゃしんどいねこれ。これなやってる人にしか分かれへんけどな、この位置でローラーやんのすげえしんどいね。ここやったら安心感あんねん、もう余裕があるから。だから俺はこれにしたね。普通の二輪のタイプやったらほんまにここ短いで、ちゃんと長さ見といてみ、みんな25センチと30センチ、もうこの5センチ余りが全然ちゃうでよ。心のゆとりがちゃうで。だから初心者にしろ中級者にしろ幅30の方がええんちゃう。リングだ、ここのホイールだけ取っかえてな。あ、あやつちゃんと径がこう隙間空きすぎてあかんで。よう空いてても1ミリぐらいにしときな。二回り空いてもうたらもうカラ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 なってもう鬱陶しになってくるし、怪我するで。まあ俺のはでき1ミリぐらいしか空いてないからなんとかうまいこと言ったけど、まあちゃんと自分で自己管理徹底できてる人は、こういうローラー自分で自作っていうかな、カスタムすんのもありやと思うで。気に入ったグリップとな。大きめ飲んで。あとカラーリングもちゃんと合わしときな。アマゾンとかで見ててみ。気持ち悪い配色ばっかりやからさ。自分好みのなんていうん、マットブラック一色で揃えてほしいとかないねんな。あっても気持ち悪かったり。いらんテカテカやったりな。グリップがなんかスポンジしかなかったりとか、もう頭おかしいメーカー多いからさ、自作せなしゃあないねん。だから今回は良かったわ。ちゃんと滑り止めもな、今まで使ってたやつで、なおかつ中の配色もな、このほんまはワンカラーの方が変やけど、まあブラックとグレーで、まあグリップと色合ってるからまあええかなと思ってしたんやし、これがなんかアマゾンのやつやったかな、1000円で。まあもしよかったらな、自分でちょっと今二輪使ってんやけど、一輪使ってんやけどうまいこといけへんねん、どうしたらええねんって言うんやったら、自分でグリップはいいのだけ残してでローラー変えるとか、まあそういうのもありやで。まあこれ面倒かったらもう自分の気に入ったメーカーな、これに近い感じで探した方がええんちゃう。まあそういうのもありやでっていう感じな。まあ前回その二輪とシングルやって、もうこれ明らかに二輪や、シングルあかん、やめとき。慣れてるやつでもシングル危ない。だから俺がおすすめするのは絶対ダブルローラー。2個の車輪で幅が7センチ以上ある方がええわ。これ5センチじゃ危ないで。一輪と変わらんで。いくら2個でもな。最低でも7センチあった方がええわ、幅。探したらあるんちゃう。もしないんやったら自分でカスタムした方がええわ。まあそんな感じで自分のな、まあ商売道具っていうか、自分の体鍛えるのも、やっぱ安全性と鍛えるのと、な、天秤にかけて自分でバランス取って、あと値段、まあこれ安いけどな。1000円で、ホイール2つで2000円。で、今まで使ってたな、お気に入りと合わせて、まあその辺は自分でうまいことやって。ということで今回は、名前ないんだかな。ボディスカルプチャーやったかな。それを連結2個作って、で、前のホイール、小さいやつのグリップとバーだけを乗せたカスタムの紹介動画でした。今日はここまで。バイバイ。